こんにちは、メンズの松です。はい、メンズの宇治です。はい、メンズラジオ第7回の収録になります。はい、はい、まあ第6回から、まあ、毎週1回の収録っていう感じで、まあ、撮ってて、うん、もう1週間経ったって感じになるんやけど、うん、ここ最近な、俺またな、ちょっとラーメンにハマりだしててさ。おー、またラーメン。ラーメンちょっとまたハマってて、うん、ラーメンめっちゃ食いに行ってんねんけど、はいはいはい、なんか一人で行ったり、なんか仕事の休憩の合間にラーメンちょっと行ってみたいとか。そうなんや。なんやかやっぱ男ってラーメン好きなんやなってなんかテーマでも話したらいいか、ラーメンって言ってましたな。いやー、なんか言うて、まあ近場のラーメン屋しか行かへんねんけど、うんうんうん、その遠くまでは行かへんけど、うん、でもなんか近場のラーメン屋でも同じメニュー食べに行ったりとかさ、うんうんうん、結局なんかこう休みになったり、なんかこういろんなメニュー食べたいなと思うんやで、うん、なんかラーメンじゃない、例えばまあオムライスでも何でも食べたいなと思うんやけど、結局足、うん、足先が向かってんのはラーメン屋やでな。まあまあ手取り早いからね。そう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 、ラーメンがな一番な。うちはなんかハマってないの最近、食べ物とかで。1週間で、まあ1週間と限らずやけどさ。いや、だやっぱりこういう時期になってって、やっぱりちょっとさつまいも系のお菓子とかなさつまいもな、俺前そういうことお菓子のテーマの話もで話させてもでんけど、うん、おさつっていうお菓子なんだけど、あー言うてそれのスイートポテト味っていうのが出て、こう今シーズン初めてなんかな。今シーズンって今シーズン、いや毎シーズン出るから。あー、そういうことか。そう今シーズンそれ出て、もうすぐ買って美味しかったね。だからほんまそういうスイートポテト味とか、何そういう、わかる？わかるわかる。ちょっと芋とか芋っぽいわーとかな。そう、あ、ほんでそうや、あの最近何やったかな、抹茶ラテのあれ、カンカンのあのボトルのキャップついてるカンカンのやつあるやん。ボトルのキャップついてる、うん、ボトルでキャップついてるカンカンのやつ。ああ、はいはいはい、はい、普通にまああるやん、はいはいはい、それのあれアイスやったかな、まあ、ほとんどっちもいけるタイプのやつやったけど、それが目に留まってしまって、うん、飲んだんよ、うん、俺めちゃくちゃ抹茶好きなんやの。うん、知ってる知ってる、うん、めっちゃうまかったな。めっちゃうまかった。ちょっと高かったんけど、うん、どこで売ってんのそれ。あ、コンビニで普通に売ってた。あれ多分どこなの、ジョージアかな、ボスだったかな、もう覚えてへんねんけど、うん、なんかのその抹茶ラテが目に留まって、それちょっと毎日飲んでる感じ仕事ある日はね。じゃあ俺はラーメンにハマって、うち今抹茶とか季節もにちょっとハマったりとかって感じか、うんうんうん、はい、なるほどな。ってな感じで、まあ1週間、まあ俺らはラーメン食ったり、まあそのお札の札がないので抹茶とか、まあ食べ物にちょっと結構ハマったけど、うんうんうん、1週間長かったです僕は。あ、長かった。あなたに会うのが久しぶりな感じがするので、まあ1週間やからねほんまに1週間空いてるからね、うん、だからこのラジオもどうなるかちょっと分からんけど、まあまあ、はい、ちょっとまあ、はい、第7回ちょっと頑張っていこうと思います。はいはい、メンズラジオ、はい、メンズラジオ第7回のテーマは、はい、芸人さんでございます。ユニさん、ユニさんいいですね。まあ関西人やからってわけじゃないけど、まあ、お笑いの街とも言われるやん、特に大阪は。はいはいはい。まあ、吉本新喜劇があったりさ。うん。まあ、まあ、関西の人ってまあノリ悪い人あんまおらんと思うけど、まあ基本なんか言うたら吉本を見て育ってるからさ。見てない人多分おらんやん、関西人って吉本新喜劇。おらんのかな。おらんのちゃう？いや、もうジェネレーションギャップ的なあるんちゃう？今の子とか見てなかったりするんじゃない？どうやろ？え、でもなんか、吉本新喜劇ってさ、なんか、昼の時間帯にいつもやってたイメージやね、テレビで。うん。で、いつもご飯食べてる時見てたし、家族で。うん、いや、見てたな。そう、見てたし。うん。だから、みんな見てんちゃうの？いや、でもだから今の子がどうなんかってわからんけど。ああ、もうなんか携帯とか見出してるからってことか。そうそうそう、テレビ離れもあるって言うやん。なんか悲しいなそうやったらちょっと悲しいけどな。いや面白いけどな、吉本な。めちゃくちゃ俺もう見に、うん、見に行ったことも何回かあるけど。あんねや。あるある。ないの？ないない。いや行った方がええって、絶対行った方がええ。やっぱな、テレビで見るのも面白いけど、うん、こう生で見た時ってやっぱよりインパクトもすごいし、うんうんうん、面白いし、芸人さんがどれだけ声を張ってるのかもわかるし。そうやな。それはやっぱすごかったよ、うん、面白かったね。あの、知ってる、関西の人はより知ってるのかもしれんけど、しげじいわかる？しげじい。しげじいわかる？もう大好きやってん、俺。許してやったらどうや。許してやったらどうやっていうやつ。もうめちゃめちゃ好きやってさ。
もう俺しげじいの吉本新喜劇を見れるって分かった日、うんうんうん、もう朝からワクワクしてたもんな。しげじいは面白いよな。めちゃくちゃ面白かった。めっちゃ笑ったし、うん、いやなんかもう一回行きたいな吉本なあ行きたいわ、はいはいはい、でまあ吉本の話しちゃったけど、吉本新喜劇の話しちゃったけど、うんうんうん、まあ今回はまあ、もっと大くくりな芸人さんっていう、大くくりでやっていこうかなと思うんやけど、うん、はいはい、宇治は、なんかこう、特にこう、好きなっていうか、結構見てるなっていう芸人の方とかいるの？いや、結構自分、マザミの好きやから、いろいろ結構バーって見んねんけど、うん、一番好きな芸人は、自分、ノンスタイルやねんな。面白い。めちゃめちゃ面白い。わかる。ノンスタイルさんはおもろい。ノンスタイルだけ自分の中ではすっごいもう別格、自分の中ではで、うん、別格な存在で、あーなんか、うん、すごい起点の効く人らなイメージがある。あーはいはいはい、うん、結構そうアドリブも、うん、うん、なんかなんて言ったらいいの、うん、ごめん名前忘れちゃったけど、石田さんと井上ね、あ井上さんやんかで3名すいませんで言うたらこう、はいはい、井上さんの方がこうなんていうの、こうブサイクって言ってるやん。うんうんうん、でこう石田さんがそれにこうあ合わせるというかなんかこう含めたツッコミを入れたりするけど、うん、なんか俺がなんかノンスタイルで知ってるのはあのなんか船長みたいななんかネタ。船長大変ですね。船長大変ですねは知ってんね。あれはめっちゃ面白くて。俺一番好きなネタそれやね。あそうなん？要はあれ。正直、ツッコミなくてもいけるネタやんな。あ、ツッコミ？ボケまくって、あっこまでウケるってすごいなって思うねん、俺ほんまに。あ、確かに。あのな。ずっとボケ、で言うとボケ続けてたやん、あの。うわー言うて。ノンスタイルって基本的にボケばっかやねんか。ボケがめちゃくちゃ多くて。で、井上さんのその、的確なツッコミが、その、何個かパンパンって入んねんけど。うん。その、なんやろな。やっぱり面白いよな、その間というか。うん。うん、だ、そうやね。だそうやってボケ続けて面白いコンビっておらへんのちゃうかなって。あー、そうね。って思うねんな、俺自分の中で。だそれの代表格が自分はその船長大変ですわ、すごい。うん、何回も見てるネタや、ね。いや、俺あのネタをリアルタイムでも見とって、で、もう普通に笑って、だし、うんうんうん、すげえな、面白えって、なんていうの、もう、なんか、笑うときってさ、うん、なんか面白いっていうか、もう、勝手に笑ってるやん。そうやね。うん。だから、その、なんて言ったらいいかな、うん、作り笑いって言ったらあれやけど、うん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 、なんか自然と出る笑いを、もらってる気がする、うん、ノンスタイルさんから。あ、それはある。うん、いや、でも、ノンスタイル面白いのは、一緒やね。一緒。めちゃめちゃいいし、俺も面白いなぁと、はいはいはい。俺もノンスタイルさんは好きやねんけど、うんうんうん、宇治でいうその別格の域に入るのがノンスタイルさんのように、うんうん、俺にもその別格に入る人がいて、はいはいはい、それは中川家さん。あもう大好き。もう、家族全員が多分好き、中川家。もうめちゃくちゃ面白いじゃん。ね、あれはレイジさんのもう、独断じゃん。いや、なんかな、俺、正直、もう、お笑いの天才やと思ってんねん。うんうんうん、あの、お二人。うんうん、もう天才やと思ってて、うんうん、なんかこう、いや、悪い意味じゃないんだけど、なんか雑にやってる感も面白いし、はいはいはい、で、個々でやっててもおもろいし、うんうん、なんか急になんかこう、なんかその、なんていうの、雰囲気ネタみたいな、あるやん。雰囲気っていうの？なんか急になんかこう、なんかお店のネタとかさ、うんうんうん、なんかその街中の人のネタとかやったりするやん。はいはいはい、なんか一般のネタとかやったりするやん。はいはいはい、なんかそういうのもやっても面白いし。うんうんうん、なんか、トークもできるし。そうやね。なんか司会とかはやってるイメージは全然ないけど。うんうんうん、できへん。あ、わかるわ。お笑いってあるのっていうのが。多分あの人らって多分ネタってないんやろなって思う。ネタの構成っていうのがないんかなって思っちゃうぐらい、なんか全部アドリブで全部できるような。全部アドリブでやってるようなイメージがある。いや、多分もしかしたら作られてるのかもしれないけど。いや、もちろん。うん。いや、もうそこまで言ったら俺ら分からへんからあれやけど、うんうん、でも、シンプルにこう、こう、一ファンとして見てて、もう。多分全く同じネタってない気がするよね。ほんますっ
なんていうのな、もうすごいし、面白いし。いや、もう、でもな、俺見に行ったこと一回もなくて、中掛さんは。うん。ほんま一回見に行きたいなと思ってんだけど、いや、絶対面白いやろなと思っててさ。だからまあ、ゆうたんはさ、え、中掛さんもノンスタイルさんも両方とも関西やんな。特に大阪かな。そうね。やんな。うん。関西から出られてる方やっぱ多いんやな。まあまあまあ多いのは多いかな。どう、今の世代の芸人さんとかどう？今の世代？うん。今の世代。よく言われる第7世代っていうあたり。ちょっとまああんまりあれだけど、正直言うと俺テレビあまり見なくて、うん、はいはいはい。だから今どういうお笑いの方が出られてるのかあんまり詳しくはないんやけど。なるほど。あの唯一と言っていいぐらい知ってるのは、うん、霜降り明星さん。あー、 YouTube もされてるし、ね、なんか面白いとは聞いたことがあって、うん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 、ただそのテレビを普段見ひんから、うんうんうん、どういうネタをされてるのかは正直知らないんやけど、はいはいはい、ほんま霜降り明星さんぐらいかな俺知ってるのは。まあね、あのせいやさんが、うん、あの豊かやね、すごい。豊か？あの、モノマネもめちゃくちゃ上手くて。え、あの、ごめんな。あの、二人組やんか。あ、そう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 。え？え？霜降り明星さん。二人コンビですよ。で、なんか、身長の高い方と。うん、あれが粗品さん。あ、あれが粗品さん。うん。で、もう一人の方が聖夜さん。そうですね。あ、そうなんや。そうそうそう。二人ともな、あの、演技も上手いから、ドラマにも出たりしてるし。あ、やっぱそうなんや。うん。なんか、今すごい話題になってて、よう名前聞くから、うん、やっぱ人気なんやろなっていうのは。いや、全然人気ですね。聞いてるし。もう何やったら重鎮の域に近いぐらい。え、そうなん？うん。え、でも、お笑い芸人の方って結構、なんか中堅に行くまで長いって期間？まあ、そうやな。でも、何やろ。やっぱり今どんどん若手が出てくるから、だんだん押し上げられてる感じはするんかな。いや、もうほんまに今もう、なあ、その若い、まあまあ、一応、霜降りも、第7世代っていう部類に入んねんけど、うん、今で言ったら、あの、EXIT とか、あー、わかる？とか、四千頭身、あー、トリオの、とか、あと、3時のヒロインとか、3時のヒロイン、うん、とか、あの、女の人のトリオのグループやんけど、へー、とか、もうそういう人らもバンバン出てきてるし。でも、やっぱりな、ちょっと、勢いでっていう感じは自分の中ではな、その漫才が好きな人間からしたら、やっぱり漫才してほしいなって思うし。でも四千頭身は本当にその、ツッコミの後藤くんって子がすっごい上手くて、まだ多分な、俺ら年下やね。19とか20とかの子やねんけど。すげえ。あの、なんちゅう、脱力系ツッコミっていうんかな。脱力系。なんでやねんとかじゃなくて、なんでなんだよみたいな感じの。ほう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 。そう。なんか、言うたら、ツッコミって結構強く言ったりするイメージ。うんうん。そう、なんか、諭すような感じの言い方で喋るから。へ、で、トリオで。新しいな。そうやねん。へ、で、一人全く喋らへんねん。そうなの？うん。その、鈴木くんってこうだと、石橋くんって思うんだけど、うん、石橋くんは全く喋らんくて、うん、その、鈴木くんと二人でなんか、ダブルでコンビやってるみたいで、途中でたまに石橋挟むみたいな、っていう構図やねんけど、いや、まあ、トリオでやられてんね、うん、へぇ、ちょっと気になるな。ちょっと芸人の話はちょっと自分めっちゃ好きやから。いや、好きひんくて。よう聞くやからさ。そうそうそう。いや、めっちゃ漫才好きみたいなのよう言うてるし、うん、いや、基本ほぼ見てるやん。ずっと見てんやろ。そんな語弊あるよね、映画で。まあそうや、ずっと見てるけど。いや、俺、その、宇治には話したことないけど、うん、なんかあの、まあ、二人でどっかにと、あの、旅行行ったりとかさ、うんうんうん、ちょっと、例えばサッカー見に行くから言うてさ、まあ、東京やったり、いろんな他府県に行ったりしてさ、うんうんうん、まあ、ホテル取ったりするやん。うん、で、泊まったりして、まあ、夜、おのおのが好きなタイミングで寝るやんか。うんうんうん、やけど、俺、宇治の笑い声で起きたことあるからな。なんか、ずっとキラ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 笑ってて、クスクスクスって笑ってて、いや、寝られへんのはわかるけどと思ったけど、で、次の日聞いたら、いや、芸人さんのネタ見ててって言って、うんうん、いや、もう、なんか音楽聴くとかやったらさ、うん、なんか、要はあるやん、なんか寝るために音楽聴くとか聞くけど、はいはい、あるけど、うんうん、いや、芸人さん見るってもう起きる気満々やん、起きる気満々やな、お前って思いながら、
いやでもね本当にいいんですよね。自分あの名前ない人が結構好きで、うんうん、だからその新しい方だと、うんうん、まあな、なんていうの、まあ、地下アイドルみたいなイメージで、地下芸人みたいな、まあ、地下芸人ってちょっと語弊しかないんやけど、その、まあ、売れるちょっと前のとか、だその、道頓堀とかのところに、うん、誰ね、ごめん忘れた、ま、あれ、万劇だったのかな、万劇じゃないな、あ、そうそう、あんねん、そういう、まあ、結構いっぱいあるんですよ、劇場は。うんうん、で、そのある劇場のところで、そうそうそう、自分もともと働いてたところの、同僚、てか、そう、後輩で芸人やってる子がおって、見に行かしてもらったけど、その人らも俺結構好きで。面白かったね。面白かったね。ちょっと雰囲気的には、霜降りに似てる感じなんかな。ちょっとツッコミがちょっと、うん、強めみたいな。なんか芸人さんもいっぱいおるからさ、なんかネタとかもこう新しいのやらなあかんとか、こう結構大変、今のな、これからやっていく人って大変なんやろなって。俺らがさ、YouTube で、何かをやろうってするのも、うんうんうん、多分同じことなんやろうけど、うん、いやでも芸人さんはやっぱこう起点聞いたりとかさ、頭回しながら喋ったりとかさ、うん、面白いことを言わなあかんって思って言ってるんか分からへんけど、でも絶対こう笑いに持っていこうとはするやんか、うんうんうん、だけどやっぱそこはしっかり笑いに変えられる力っていうのは、いやすごい、すごいよ、うん、だって俺らが出せる笑いってなんかこう、急に出てきたものやし、なんか突発的になんかこう、イベント的なもので出てきたものでしか俺らって笑い取られなかったりするけど、芸人さんってそれをこう狙ってできたりするからさ。なあ。それが仕事やからな、すごいよなって思う。いやだから、そんな難しい仕事やと思うで俺、うん。なんか芸人さんとかさ、もうなんか、中川家さんの話また戻っちゃうけど、うんうん、なんかもう次やるときなんか芸人はあんまやりたくないみたいなことを確か言ってはったんよ。はいはい、言ってはったね。言ってはったあるあると思うねんな。だから、それぐらい大変な仕事なんやろなって思う。だって、あれだけなんかこっちから見てたら、旗から見てたらめちゃめちゃ、もう天職やろって思うぐらいのうんうん、さ、人らやけど、やっぱご本人たちはな、多分それのしんどさとかさ、辛さとかもあるやろうからさ。いやー、でも、一回行ってみたいな、二人でな、漫才見に行ってみたいな。全然行きたいね。いや、行ってみたい。だから関西の人はな、うん、こう、吉本新喜劇とか、まあ普段から結構、うん触れる機会多い、まあ、東京の方も多分多いと思うけど、うん、なんかぜひなんか関西とか来たらさ、うんまあ、ちょっと行ってほしいよな吉本新喜劇とか。新喜劇はな大阪しかないもんな。うん、だから本当行ってほしい。めちゃめちゃ面白いから、うん、本当に。いやほんまにな、多分でも結構多いと思うで普通に。多いかな。うん。まあでもやっぱユニバとかの方が多いんかな。まあ。みんな USJ 行くもんね。USJ 行くもんな。まあ楽しいもんな USJ はな。一回その前に、ナンバーで乗り換える前にな、ワンクッションでちょっと降りてもうてな。そうそうそう。な、道頓堀行きたいんだったら行ってもらって、その後、そうそうそう千日前戻ってきてもうたら。完璧やから、ね。あるし。大阪をしっかり満喫する方はそうやと思う。いや、ほんまに。まあ、吉本と、うんうんうん、USJ を楽しむ。そうや。まあ、ここは多分二大看板になるからさ、うん、大阪で言う。通天閣。あ、通天閣な。通天閣な。登らなあかん。そうやな、通天閣も登ってもらって。登ったことないけど。まあ、まあ、俺もないけど。だから関西人なんか登ったことない人多いね。多いよな。でも全然登ったことないねんけど。まあ、正直、下も通ったことないねんけど、俺。ないんや。ないないない。いや、まあでも結構大阪っぽいディープな感じはなるからな。なるからな。行ってほしいよな。はい、ぜひ、うんうん、行ってもらえたらな。何の話やねん、お前。お前。はい。はい、ということで、うん、第7回のテーマは、芸人さんでした。メンズラジオ、メンズのスポーツトピックス。はい、スポトピのコーナーになります。このコーナーはですね、まあ、僕たちメンズが1週間起きたスポーツの中から、まあ、いくつかトピックをこう抜粋して、まあ、2人でなんかちょっと、ね、談議しながら話そうやないかっていう企画になります。はい、はい、で今回はちょっとまあクラブチーム、いわゆるサッカーのクラブチームが今止まってるって言ったらあれやけど、代表ウィークってことで、うん、いろんな国へとこう選手が戻ったりしてる時期なので、リーグ戦の結果はまあ話すことはできないので、うん、そちらではなくて、ちょっと3つ用意しました。
まず NBA の話をちょろっとさせていただきたいなって思うのと、まあ代表戦ありましたね2試合、うん、まあその2試合の話をさせていただくのと、うん、まあリーグ戦の話ではないけどクラブチームに補強した選手たちはがまあはクラブに残って練習したりしてるから、うん、まあその話をちょろちょろっと話すかなとは思ってるんだけど、はいはい、はい、でまあ NBA の話からなると、うんうん、まあ、宇治はあまり詳しくないよね NBA 全くもってね、まあ正直あんまり全然知らんよな、全くもってね知らんよね、はい、うん、で、まあ、俺も全然めちゃめちゃ詳しいってわけじゃなくて、うん、まあバスケを昔やってたっていう人間やから、うんうんうん、どうしてもやっぱまだサッカーがどうしても重点的に見るけど気になって見てるって話で、うんうんうん、で NBA が優勝決まりまして、でレイカーズが優勝したんですけども、おもう10年ぶりぐらいかなの優勝になるんやけど、はいはい、まあ強いのよ、まあ強いのよ。どういうグループ構成なの？グループ構成うん、日本のプロ野球で言ったらセリーグパリーグ6チーム6チームみたいな感じあるやんか。あー、だからリーグ戦がなんかイースタンカンファレンスとウェスタンカンファレンスみたいな感じで、うんうん、西と東みたいな感じで、ね、はいはい、そこで争ってて上位何チームとかなんかこう、はいはいはい、勝ち上がってなんかそこでまた争って優勝で最後にぶつかってバーンみたいな感じで、そういう構図なんやね。そう、はいはいはい、なんだけど、で、うんうん、まあ、レブロン・ジェームスは知ってる？レブロン・ジェームス知らんの？いや、やばいな。やばい。多分知らん人多いと思うで。マジで？だって知ってるのマイケル・ジョーダンぐらいもそんな。あ、まあ、マイケル・ジョーダンはまあ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 、わからんことだけど。多分。まあ、でも、うん、話させてもらうと、レブロン・ジェームスはもうマイケル・ジョーダンに近い選手よ。へぇー。もう、スーパー万能マン。もう、一回、なんか YouTube でも見てほしい。レブロン・ジェームスって調べてプレイ見てもらったら。レブロンさんね。もう、鋼の肉体持ってる、速い、うまい、もう全部持ってる選手やねんけど、はい、その選手が、まあ、エースとして、うんうんうん、まあ、率いてるチームが優勝したんやけど、まあ、レイカーズといえば、ちょっと、コービー・ブライアントっていう選手をちょっと話さないわけにはいかなくて。あ、その人知ってるよ。あの、亡くなったんですけど、その選手はもうレイカーズ一筋でずっとやってたのね。あ、そうなんで、もう NBA 界で言うともうレジェンド中のレジェンドで、はいはい、マイケル・ジョーダンに一番近い男って言われた選手やねんな。うーん、もうスーパースターなのよ。うんうんうん、で、その選手が亡くなられた今年にレイカーズが優勝してるのよ。うーん、これはちょっと話さんわけにいかんやろと思って、うんうんうん、まあ、ちょっとでも言うても俺正直全然詳しくないからあれやねんけど、まあ、ちゃんと名前はある程度出せるっていうぐらいで、うんうん、まあ、圧倒的強さって言っていいのかな、まあ、レイカーズが優勝しまして、まあ、ちゃんとそのコービー氏に捧げる優勝、うん、を遂げることができて、ちょっとこう正直めちゃめちゃ応援してたのよレイカーズ、はいはいはい、うん、だからちょっと嬉しかった、うんうん、まあこんな感じやねんけど。そんな感じか。こんな感じやねんけど。なるほど、なるほど。でもすごいよな、やっぱり運命的よな、なんかな。すごいよ、ほんま。だって、うんうん、まあ、亡くなられたこと自体はもう最悪な話で、うん、もう若すぎるし、うん、もうこれからバスケをこう、世界に広めていくことにすごい尽力されてる方やから、うん、特に女子バスケットボールに関しては、すごい尽力されたコービー氏が亡くなられてるから、うん、悲しい話やねんけど、レイカーズが優勝したことで、何かこうやっぱ運命とかあんのかなって思ったりして、no. すごくなんかこう嬉しかったなっていう感じ、はいはい、うんうん、でまあちょっとまあ NBA の話はまあこれで終わりで、うん、はい、でまあ代表戦の方に日本代表の話にいきたいなと思うけど、はい、まあ、2試合戦いましたね。カメルーン代表とコートジボワール代表、うん、でカメルーンとの試合は0対0、うんうんうん、でコートジボワールは1対0最後に上田選手のゴールで、うん、まあ勝ったっていう試合にはなるんだけど、うんうん、なんかまあ見ててどうやった印象、2試合見てて。どうやろうな、まあ素人目やで、うん、素人目で見て、まあほぼ素人目で、まあまあ、うん、全く素人目やねんけど、なんかなんやろうな、やっぱりそのトップ、まあ2試合目の話やけど、うん、やっぱり1試合目はまあ大迫選手がおって、うん、まあまあぼちぼちその前線にはボール集まってた気してんけど、収まるかなっていう感じ。うん、でもちょっと、うん、そうね、この前のそのコートジボワール戦は、うん、鈴木武蔵選手、
タイプは全然大阪選手とは違うんやけど、やっぱりちょっと、なんていうのな、その決定機は作れてんのになっていう部分がちょっとあったかなっていうのは、ちょっと、肌感覚で思った部分ではあるかな。あ、もうちょっと早く点決めれてたかもな、みたいな感じですか。うん、そうやね。まあ、確かにそうなのかなと思うけど、うん、まあ、俺の個人的な意見で言うと、カメルーン戦は、うん、まあ、なんやろな、カメルーンが意外としっかりこう、組織的に戦ってきてたイメージがあって、しっかりボールつなぐし、うんうん、で結構日本代表もサイドに両サイドに振られてたイメージもあって、うんうん、なんか結構まあまあ結局結果引き分けなったけど、うん、まあでも久しぶりの代表戦やし、そうそう、そこも加味しなあかんのかなとは思うけど、そうそうそう、だからなんかまあカメルーン戦はまあ引き分けてもまあまああれかなと思ってたんやけど、うんうん、でコートジポワール戦に関してはあの能力持ってる選手はやっぱ多いのよ、コートジポワールって、うん、まあ、うちにそうそうな、ね、ユナイテッドによるバイリーしかり、スパーズのオーリエしかり、ペペ、ニコラスペペとか、まあケシエとか、うんうんうん、まあめちゃもう名がある選手しか言ってないけど、うん、まあ、実況の方がさ、もうめちゃめちゃ名前連呼してたやん、うん、マンチェスターユナイテッドのエリック・バイリーとか名前は伏せますけどね名前をめちゃめちゃ伏せますけどめっちゃ名前出すやんと思ってたんやけど、好きだなと思う。でもやっぱほんまにうまかったもんね。まあうまかった、まあ、バイリーとかさすがやなと思ったけど、いやユナイテッドのためにも怪我すんな怪我すんな思ってたけど、間違いでもまあなんやろな、コートジボワールなんか時間経つにつれても組織がなくなってきてもバラバラなってたんや、日本側が、じゃコートジボワール側が、ね、もうバラバラなってて、うん、えと思って、うん、まあさすがに点決めねなあかんなこれやったらと思ってて、日本代表はと思ってて、でもなんかなかなか点決まらんくて、うん、で最終的に上田選手がこうセットプレーで、なワンプレーでワンプレーで点取ったみたいな形にはなったけど、うん、あ、まあそう言われたらそうやな、結構不利な場面多かったもん、ね、結構決定機もあったし、でまあ個人的にって言ったらあれやけど、もう今の日本代表ってすごい強み がさ、なんか久保選手とか、うんうん、こう前線の選手に目行きがちやけど、うん、俺今の日本代表の一番のストロングポイントってセンターバックやと思うね。思います。それは一緒やない？思った絶対そうやと思うね。いやもうな、いやもうそれは言いたかったマジであの別に上田選手が決めたからとかではなくて、うん、あの安定感がすごかったんよ本当に。なんかあの昔さ中澤選手とかトゥーリオ選手がおった時代も、うんうん、こうあの二人はこう J リーグでしか試合はして出てなかったけど、うんうんうん、こう安定感はやっぱあったし、守備に関してはやっぱすごかったからさ、うんうん、で、まあ、その時代とまあ結構似てるのかなと思うんだけど、また現代のフットボールに近い選手像になりつつある吉田麻也選手と富谷選手のセンターバックコンビがすごいなんかこう良くて、うんうん、特にまあ富谷選手もすごかったし、まあ、吉田麻也選手も、まあ、全然めちゃめちゃすごいんやけど、うん、だから吉田麻也選手はもう安定感がすごかった、ね、で富谷選手は、まあ、若さもあんねんけど、うん、やっぱこう球出しとかも見てるとこはちゃんと、うん、そこ見えてんのかみたいなことがしっかり見えてて、うん、まあ近いうちステップアップするのは間違いないやろなっていう。そうね、まあ、もう次ビッグクラブ行ってもおかしくないと思う。いや、もう全然思う。うん、いや、もうやっぱりな、その体の入れ方とか。そう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 。すごい上手かった。読みもすごかったし。その、うんうん。うん、ロングボールに対するやっぱりその、処理の仕方とか。処理の仕方もそうやけど、うん、落ち着いてたし、うんうん、俺なんか、やっぱ日本人ってやっぱ体ちっちゃいイメージやけど、うん、いや、センターバックが強みになる時代が来たかと思って。ほんまに思った。いやもうな、ちゃうねん、あの俺一番思ってたのがその、いつやったかな、その吉田麻也が競った部分で勝ったんよ、うん、普通に1対1で、うん、それ多分準備してたのもあるんやろうけど、うん、う勝ってるやんって思っちゃったよな、まあ、普通にセットでってこと、うんうん、普通に。いやまあでも伊達にヨーロッパでやってないよ。いやそうやねん、それがでかいんやろなって。セリエでやってるからな、うん、もうあのゴリゴリの肉体のプレミアから守備の国行っても成功してるわけだから、うんうんうん、もうさすがとしか言わなかった。なんかもう見てて、おってなったもん。じゃあね、やっぱり前線にな、目行きがちやけど、そう、やっぱりそこ、センターバックがすごいですよっていうのを、やっぱりこう、皆さん見ていただきたいなって思う。多分サッカーよく見られてる方は多分一番気づかれたと思うけど、ね、センターバックが本当に今もう、見どころ満載、ね、うん。特に今は、うん。うん。で、まあ、これがまあ、俺ら日本代表のまあ印象、ね、になって、はい、で、まあ、代表ビークが終わっ
って、まあ、各選手がもうチームに戻って、うん、まあ、クラブの話に行こうかなと思うんやけど、はいはい、まあうちのクラブでいうとマンチェスターユナイテッドと、うん、まあ、バイエルン・ミュンヘン、まあ、バイエルン・ミュンヘンは選手もちょろちょろ補強して、うんうん、補強した選手がちょっと今練習してコンディション上げてるっていう感じになってんねんけど、うんうん、ちょっとマンチェスターユナイテッドちょっとなんかリークがほんまなのか分からへんけど、うん、ちょっとブルーノ・フェルナンデスがちょっとスールシャルの采配に疑問をなんかずっと持ち続けて結構喧嘩なってるみたい、喧嘩っていうかちょっとこう、うんうん、ちょっと衝突しちゃってんね、ちょっと言ったみたいなことがニュースで流れてて、さすがやなって思ったよ正直さすがだよなって今思ったね、うん、言ってってなって、いやもうな、言ってくれってなって、もうね、ちょっともうそろそろって感じなので、僕からしたら選手が言い出したらもう終わりやな、さすがにな、もうサポーター選手、うん、もうかばってくれる人は誰ですかってなってくるから、まあ OB とかやったらなちょっとこう分かるんかもしれんけど、なんかかばってあげようと思う、昔の仲間やからと思うかもしれんけど、いや選手と監督は仕事が違うからっていう話になるから、そこは分けてってなんねんけど、だからそろそろちょっとのお引き取り願いたいなとは思ってます。でまあ他のチームで言ったりするとレアルの話やと中井くんがあのピピ君って言われてるんだけど、あのレアルのトップチームの練習参加してると、あ、そうなん、今参加してて、まあでもそれはあれやねん、あの代表ウィークでいろんな選手が離れてて、そのあれで入ってるって感じだけど、でも呼ばれるってことがすごいから、そうだね、ジダンが見てくれてるってことやから、呼ぶってことはそういうことやから、すごいね、すごいよ、久保君と日本人が2人おるんやな、ほんまにな、日本人が2人おるんやで、すごいよな、すごい時代に来ましたよ。もうだから中井くん、久保くんって聞いて、ちょっと想像してや、冨安選手がおって、うんうん、吉田麻也選手がおって、うん、もう今めっちゃ安定してるやん、うん、でそこに、まあ、酒井宏樹選手もめちゃめちゃいいやん、うん、でまあ、左サイドバックが長友選手おんねんけど、まあ、そろそろ正直言って世代交代しなあかん時代やねんけど、うん、ちょっとまだあんまりそこやんな、うんって感じで、うん、でボランチの2枚は正直その柴崎選手と遠藤選手がこの前めちゃめちゃ良かったから、うん、ね、この2人でまあ結構いいんかなとは思ってんねんけど、うんうんうん、そこにやっぱ久保くんとか、はいはいはい、まあ、もしこの先な、うん、ちょっと年代上がってきたようなそのピピくんとか、そうやね、来たりしたら面白いぞってなってきてもうヨーロッパサッカーしだすんやろなもうパスガンジャン回してな、中盤でよ、いやでもやっぱこうパス回しとかやっぱヨーロッパの環境に慣れてる選手でもさ、うん、結局監督にもよるから、まあね、まあその森保監督に関してはこう皆さん意見分かれるかもしれんけど結構多分分かれると思うけど、だいぶ分かれると思う、分かれると思うけど、まあ、なんちゅうんやろな、俺は評価はしてるけどしてないみたいな監督やから、うん、正直、まあ、あんまり言いたくないけどあんまりしてる方ではない、うん、戦術的な面で言うと、うん、でもこう選手から聞く声からするとすごいなんかこう選手は監督のために頑張ろうとしてるみたいなことを聞くから、うん、あ、そういう関係はめちゃめちゃいいんやなって思ったりする、あ、はいはい、あ、それはわかる、めっちゃいい人そうやなって思う、そう、いい人そうやなとはめちゃめちゃ思うから、うんうんうん、だからスールシャールも最初そうやったんよ、うん、なんか選手からにある程度好まれてるからよかったけど、もういよいよ選手からこう言われだしたからもう何も言われへんのよ、お守ってくれませんよ誰もっていう状態になってるから、優しいだけじゃあかんってやつやな、そうそう、優しい表情だけじゃダメですよっていう状態になってるから、もうちょっとそろそろスールシャルには結局スールシャルやないかお願いしたいです、まあね、はい、それがファンの本音やもんね、ファンの本音です、ユナイテッドファン、一ユナイテッドファンとしての、うんうん、まあ擁護する人はおるんやったら別にそれはそれで別にいいんやけど、まあでも今の状況聞いたらファンじゃなくても擁護する面は正直あんまないとは、ちょっと見当たらへんかなと思うけどな、はい、ということで、まあ、NBA の話とスルシャルの話やったっけ違うな、はい、NBA の話と、はいはいはい、レイカーズ優勝の話と、うんうん、代表戦の話と、はい、で今ちょっとクラブの、まあ、スルシャルの話やけどスルシャルの話をちょっとさせていただきました、はい、はい、メンズラジオ、はい、ということでメンズラジオ第7回エンディングのお時間でございます。テーマの方で芸人さんの話をさせてもらって、まあ、スポートピの方でまあ3つぐらいのテーマを話させてもらったんやけど、
まあね、中川家さんめちゃめちゃほんまに面白いからさ。いや、宇治もわかるやろ。いや、わかるよ。わかるわかる。全然わかる。だって、うん、もうほんまに天才やと思ってるから、うん、もう、なんていうん、お笑いの神様が生み出した天才と、もう、お笑いを全くわかってない俺が言ってるねんけど。いやいや、もうほんまに関西人の誇りやと思うよ、間違いなく。もうほんまにさ、うん、すごいよ、あの起点力。スールシャル見てるかって言って。いや、またスールシャル。スールシャル見てるかって、あの起点力。ピーほとんどスールシャルやったよ。え、そんなことないよ。そんなことないか。まあでも、うん、俺は、スールシャルが、ちょっと、あの席を開けるまではスールシャルの話やめるつもりないよ。いや、もうね。まあ、うん。うん、まあ、しゃあないよね。もうね。しゃあないわ。いや、もう、擁護できひんよねって話よ。まあ、もうだもう、あの子の人はしゃあないよねっていう。もう無理よって言っちゃったけど、うん、もう、うん、いや、これが本音やもんね。しんどいよ、見てて、うんうん。な、いや、他にあるでしょって話で、なんでこう、うん、なんか別にな、あの、同じ選手を使ったりとか、うん、すんのは別にええよ。なんか固定する監督もおるから、うんうん。でも固定するなら固定するなりのものを見せてくれよって話で、うん、ないのよ。基本、うん。基本何もなくて。で、選手が変わってないね。1年前と。はいはいはい。で、変わってないのは悪い面で変わってないね。はいはい。裏取りせないとか、うんうんうん、ポジショニングが良くないとか、なんでそんなとこおんのっていう選手がおんのよ。うんうん、10番とか、9番とか。もう言うけど。はい。まあ、彼らの成長を促す、こう、教育って言うあるけど、うんあれをしてほしいんやけど。指導ができるね、監督、ね、だって言っても、スールシャルはもうフォワードの選手やったから、元。はいはいはい。スーパーサブやったけど、うん、フォワードの選手やから教えてもほしいんやけど、うん、あんま変わってないから、ああ、そうですかって感じになってて、アレグリさん、ポツェッティーノさん、ちょっとこのラジオを聞いてくださっていたら、ぜひ来てください。いや、絶対聞いてると思うわ。やっぱ聞いてる？聞いてる、聞いてるよな。ま、個人的にはちょっとアレグリさん派なんですけども、はい、まあでもポチェッティーノが来てくれても、もうどちらでもが来てくれても、いやもうとりあえず変わってほしい。とりあえずもうこの二人が来てくれるんなら、うんうん、もうお願いしますってもう手スリ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 やるけど、はい、もうユナイテッドの試合が楽しく見れるような気がするので、うん、そうね。お待ちしております。はい、なんか変な感じだったけど、はい、はい、ということで。メンズラジオ第7回スールシャールの話をほとんどしましたが以上でございました。ありがとうございました。